再生回数の3桁の部分絶対私やと思うわ。こんなハロー YouTube、 今日はですね、もう今年で2020年、今年でっていうか2020年終わりということで、私が、今年何を聞いたかというね、 CD、 どんな CD を聞いたかっていうのを、ベスト5にこうまとめてみました。このランキングなんですけど、これはどうやって作ったかというと、私 Apple Music を聞いてるんですね。普段月1000、2000円くらい払って、だから CD 全然買ってないんですけど、それでなんか結構面白い機能がありまして、2020年こんな音楽を聞いたよあなたはみたいなをまとめてくれるなんか機能があって、まあ、それをちょっと発見して、お、めっちゃおもろいやんと思って、ちょっとこれをね、ご紹介できればなと思います。アルバムベスト5。これとは別に、今年、どんなアーティストを聴いたかっていうのも、まとめてくれてるんですよね。これもまた面白いんで、これもちょっと紹介してみようかなと思います。今年はこれまでに195人のアーティストの作品を聴きました。その中で最近のお気に入りはこちらです。ということで、これはもうなんか、アルバム、ネタバレになるんですけど、まあ紹介していきましょう。上からですね、藤井風、キリンジ、インコグニート、ジョシュ・アレットマン、ビヨンセ、宇多田ヒカル、カニエ・ウエスト、ブルーノ・マーズ、エイカバドゥ、ロバート・グラスパーですね。もうみんな大好きですね。確かにこの人ら聞きましたね。まあ、でもどうですかこれ、皆さん、この私のチャンネルのこう傾向で、これみんな知ってる人いますかね。インコグニートは知ってる人いるかな。一つ紹介すると、このジョシュア・レッドマンですね。ジョシュア・レッドマン知ってる人いるかもしれないですね。テナーのめっちゃうまいんですよ。でもね、うまいだけじゃなくって、めっちゃこうなんかこうブワーってこう、もうすっごい技術でまくし立てるんですけど、どこかこうフレーズがブルージーな、ブルースを感じるんですよね。だから私は結構ね、私ね、技術で攻め立てるようなプレイヤーってあんま好きじゃないんですけど、もう彼のサックスはすごいです。その中にもちょっとこうどことなくメローな感じがあって、私はすごい好きですね。ということで、このジョシュア・レッドマンなんですけど、今年の7月くらいにアルバム出したんですよ。で、それをやたら聞いたから、多分今年のなんかよく聞いたアーティストの中にジョシュアが入ってると思うんですよね。で、そのアルバムなんですけど、ブラッド・メルド、クリスチャン・マクブライド、ブライアン・ブレードもね、メンバーで、もうこんなん絶対もう間違いないじゃないですか。もうこの、ね、この音楽業界をもう牛耳ってるような、もうすごいメンツじゃないですか。ほんでジョシュアですよ。それも、もう期待は高まるわけですよ。もうこんなん絶対すごいに決まってるじゃないですか。で、もう YouTube とかね、もう CD 発売にあたっての、そのライブやったりとか、ジョシュアのインスタとかにもむっちゃこうアップするんですよ。でも、もう CD 出すでみたいな感じですっごい煽るんですよね。いざ、じゃあもう公開みたいな感じで、まあ、聞くじゃないですか。なんかちょっとほんと申し訳ないですけど、こんだけ期待させといた割には、これもう個人的な好みですよ。あんま私の趣味じゃなかったですね。なんか、なんというか。いや、もうもちろん素晴らしいんですけど、私の好みではあんまりなかったですね。なんか、このメンツで、みたいな。もっとおもろいもんができそうやったのに。なんか、丸く、ちょこ、ジャズシック、ってか、なんていうの、なんか、おとなしくまとまった感があって、の、そうなんや、みたいな感じですかね。まあでも、素晴らしいアルバムなんで、みんなちょっと聞いてみてください。はい、もう、あとはね、すいません、これから、この先はね、あんまサックスの話、あんまってかもう出てこないと思いますんで、申し訳ございません。いろんな人聞きましたし、それはまあ、昔聞いた、なんか、サックスの人とかも、でも聞いてると思うんですけど、まあやっぱね、今、ね、どんなが流行ってるのかみたいなところ、流行ってるっていうか、流行りの曲でも別にないんですけど、まあ、新しく違うものを追っかけるスタイルでね、まあやっていこうということで、なんか、まあ、
ね、そんな感じですね。じゃあ、ついに本題の今年よ私がよく聞いた、アルバムベスト5を紹介します。第5位は、ギャングスターモーメントオブトゥルース。はい、まあ、ちょっと続けていきますね。第4位はドクタードレー2001、2001かもしれないですね。2001って大きし日本語ですよね。この2枚が第4位、第5位ですね。なんか、あんま、ちょっと覚えてないですね。どんなアルバムやったか。あのね、なんか私、おもむろにヒップホップを聴く時があるんですよ。もうなんていうの、この CD 聴こうみたいな。このアルバム聴こうと思って、聴いてて、で、もうちょっとなんか次違うやつ聴きたいな。でもなんかちょっと、まだなんかそういうの見つかってないし、どうしようみたいな時に、なんかヒップホップ聞くんですよね。詳しくはないけど、まあ、なんか、好きなんでしょうね、ヒップホップね。はい。で、第3位は、これ知ってる人いるかもしれないですね。ロバート・グラスパー、Fuck Your Feelings。スペイン語のジョーなんかな ?Fuck Your Feelings なんかなちょっとわからないですけど。これはグラスパーも、ジャケットがね、なんか、プロレスラーみたいですけど、ピアニストですよ。ピアニスト。グラスパーって大体今めっちゃ流行ってるやん。だから、それは聞くよね。グラスパーめっちゃかっこいいし、イケイケやし。これもジャズと、これも、まあ、ヒップホップもね、やっぱ若干入ってるんで、だから聞くんかもしれないですね。ヒップホップとジャズ、こうなんか混ざった感じで。まあ、グラスパーといえばやっぱ変わったボイシングですよね。なんか、なんて言うんかわからん、なんかわからないですけど、サス4かな?シャープイレブンスかな?なんか、独特のテンションを使ってこうやってるじゃないですか。今めっちゃ流行ってますよね。ああいうスタイルの、なんかやつ。インスタってめっちゃ海外でやってるミュージシャンの動画がこうちょっと一コマくらいバって上がってくると思うんですけど、あ、このピアノの人なんかいけてるなと思ってようよう聞いたらやっぱなんかグラスパーみたいな、は、ボイシングのこの積み方やったりとかして、あー、やっぱそうなるんやなみたいな、そうなるんやなって言ったらなんか、まあなんか失礼ですけど、いやでもめっちゃかっこいいと思います。はい。もう、こっからはね、ほんまに、僕、めちゃくちゃ個人的な趣味の域になります。第2位は、キリンジ、スイートソウル。ですね。キリンジって知ってますか?男2人で、兄弟で、デュオで、ギターの弾き語りとかでやってたんですよね。でも、弟抜けて、お兄ちゃんだけ、まあ、キリンジ残ったっていうか、で、そのお兄ちゃんが今めちゃくちゃ上手いミュージシャンをバー集めて、すっごい完成度の高いバンドやってるんですね。まあそれもキリンジなんですけど、だからキリンジって二人のボーカルの兄弟でやってるボーカル時代と、むちゃくちゃ完成度高いバンドでやってる時代と、まあ二つあるんですけど、それは今のめちゃくちゃ上手い人ばっかり集めてるキリンジ。全然かっこいいんですけど、私はどっちかやったら、兄弟二人でやってる時のキリンジの方が好きなんですよね。なんか、なんやろうな。コード進行がおしゃれなんですよ。3位のグラスパーについては、コードの、なんかコードそのものがおしゃれやったりするんですけど、なんか、キリンジってめっちゃおしゃれなコード進行なんですよね。なんかこのメロディーに対してこのコードつけるんやみたいな、なんかそういう感じなんですよね。で、このスイートソウルっていうのは、なんかね、どことなくこう切ない、アルバムなんですよね。なんかこれ覚えてるのが、私今年の3月くらいによく聞いてたアルバムなんですよね。3月って別に私なんもないっすけど、3月ってなんか別れの季節じゃないですか。その、こう、センチメンタルな感じと、スイートソウルのこの、なんかこう、どことなく切ない曲の感じが、こう、相まって、すごい雰囲気良かったんですよね。こう曲聴きながら、こう、街こう歩いて、なんかね、なんかそういう、ないっすか?そして、第1位は、
Never です。はい、もうね、これね、私の YouTube をめっちゃ見てる人で気づいてる人はいるかもしれない。藤井風くんですね。もう私は今年はもうこの、まあ、風くんともう出会ってしまったがために、もうちょっと人生狂ったくらい、あのもう狂うように藤井風くんのCD 聞いてましたね。だってね、これさっきキリンジのこと熱弁してたけど、再生回数見てください。キリンジ162回再生で、藤井風くんのヘルプエバーハズネバーは660回再生ですよ。めっちゃ聞くやろみたいな。いや、ほんまに、ちょ、藤井風くんはほんまにかっこいいから、ひょっとしたらこれ結構よく聞くかもって思ってるかもしれないんですよね。これね、なんかミュージシャンに好かれてるんですよね、結構。で、これなんでかって言ったら、そもそも彼がものすごく技術高いんですよ。音楽のそのポテンシャルむっちゃ高いんですよ。まあ、彼も YouTuber というか、YouTuber って言ったらなんかあれですけど、デビューする前に、まあ、ピアニストなんですけど、ピアノをこう弾きながら、歌歌って、カバーを弾き語りでよくやってたんですけど、それが結構、もうめ、全部完成度高いんですよね。もうそれめっちゃ上手いんですよ。まあ、これでもうちょっと、悲しいかな、その、ね、まあ、職業病ですよね、これは。やっぱり、この人の音楽っていうか、技術は、まあ、どんぐらいのレベルかっていうのを、レベルって言ったらあれですけど、この人どんな感じやろみたいなこと、やっぱ見てしまうんすよ。かっこいいね、あ、かっこいい。とはいかないですね、やっぱりね、これは、もうこれは私、どっちか言ったら、ミュージシャンのこの辛い部分だなって、個人的には思ってるんですけど、一つこう、ピアノのことを言うと、別に、なんか、まあ、グラスパー、さっきのグラスパーみたいに、凝ったボイシングでもないし、どっちか言ったらもうさらっとした綺麗なボイシングなんですよね。で、なんか間の間奏のピアノも別にめっちゃ凝ったフレーズをブワー弾いてるわけじゃないんですよ。結構キャッチーなフレーズやったりとかするんですよね。でも結構迫力のあるピアノって言われ方をされたりするんですよね。これはね、私ね、やっぱり風くんのかっこいいグルーヴやと思うんですね。グルーヴがやっぱ、まあ、リズムですよね。それがやっぱめちゃくちゃなんかかっこいいんですよね。ブラックミュージックなんですよ、すごい。だから迫力のあるピアノだって言われるようなところって多分そこだと思うんですよね。ちょ、話長なるけど、なんなんっていう曲でデビューしてるんですよ。もうその曲がもうめっちゃかっこいい、ほんまに。なんかめっちゃアメリカみたい。なんかほんま、なんかね、アメリカみたいなんですよ。ちょっとね、もうこれ、もうここに藤井風くんのそのなんなんの MV をもう流したいくらいやけど、それはいろいろとまずいんで、まあちょっとこんな感じなんで、ちょっとまた見ててください。もうこの100倍、もう1億倍くらいかっこいいんで、もうここまで進んでほしいですけど、もうね、もうそのね、なんかここがすごいとか、もうそんなん言いません。もうシンプルにめっちゃ好きです。もうこれもう直球に大好きです。私ね、さっき冒頭で Apple Music でしか音楽聴かへんって言ってたけど、言ってたけどね、買ったんだなぁ、初回限定版。いや、これは、そのわけがあって、ディスク1とディスク2があって、これの、ディスク1は別に Apple Music で聴けるんですけど、ディスク2は、これもいろんな曲をカバーしてて、クロストユーとかね、シェイプオブユーとか、アルフィナナナナナアルフィっていうジャズのバラードあるでしょ、あれとかカバーしたりもしてるんで、これはこのカバーしてるやつはこう買わな聞けないんで、そのまま買ったよね、迷いがなかったよ、ね、写真集っていうかそんなのもついてるんで、そんな感じです。なんかカバーしてる曲、全然もう藤井風って検索したらもうそこ出てくるんで、ちょっと見てほしいんですけど、全部ね、なんていうの、それ私、もともと好きやった曲やで、みたいな。
なんでそんな私の好きな曲知ってんのって思うくらい私の好きな曲ばっかりカバーしてるんですよ。ちょっとね、やっぱ震えましたね、最初。まあ、ちょっとね、この話はもう、長くなるんで、もうちょっともうこの辺で、もうこれ一生話せるんで、もうちょっとこれについては、まあ、ね、なんか、機会があったら、まあ、あるかわからんけど。はい、まあそんな感じでした。皆様は今年は何を聞きましたでしょうか聞くことはですね、やっぱね、もう練習することよりも、10倍くらい大事なんじゃないかなという私の一つ説があるんですけどね。まあそういう感じで、ということで、今年1年どうもありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。この動画が面白いと思っていただいた方は高評価を、チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。